コーリード・ドリュー・シーガーは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州カナポリス出身のプロ野球選手、右ト左打、MLB のロサンゼルス・ドジャースに所属。カイル・シーガー、ジャスティン・シーガーは兄である。地元カナポリスのノース・ウエスト・カバラス高校在籍時の2012年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、235万ドルの契約金でプロ入り。 参加のパイオニアリーグのルーキー E 級、オグデン・ラプターズでプロデビューし、46試合で打率。309を記録。2013年はまず、A 級、グレートレイクスルーンズでプレーし、74試合に出場して打率。309、12本塁打、57打点を記録した。8月3日に、A 級乱直モ門がクエイクスに昇格した。2014年は、 AQ 乱直モンがデシーズンをスタートした。打率、352、18本塁打、70打点の成績を残し、オールスターフューチャーズゲームにアメリカ選抜として出場した。オールスター後、AAQ チャタヌーがルックアウツに昇格し、38試合で打率、345の成績を残した。シーズン終了後、カリフォルニアリーグの MVP に選出された。 トリプル A 級オクラホマシティ時代2015年は、プロスペクトランキングで全体で7位にランク。AA 級タルサドリラーズでシーズンをスタートさせ20試合で打率。375.5本塁打、15打点の成績を残し、5月1日にトリプル A 級オクラホマシティドジャースに昇格し、同日のソルトレークビーズ戦で6打数6安打、本塁打を含む6打点を記録した。 トリプル A 級オクラホマ式では104試合に出場して打率27613本塁打59打点を記録した9月3日にメジャー初昇格を果たし同日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューを果たしたコリンレアからメジャー初アンダーを含む4打数にアンダに打点を記録した9月12日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で女子コルメンターから メジャー初ホームラン含む4打数4安打1死球3打点1盗塁を記録した。この記録はケングリフィージュニア、オーランドセッペダに次ぐ3番目に若い年齢での記録である。この年は27試合の出場ながら打率337.4本塁打だった。2016年はプロスペクトランキングで全体1位にランクすると6月3日の アトランタブレーブス戦で新人としては、チーム史上57年ぶりの1試合3本塁打を記録。前半戦を打率、297.17本塁打の成績で折り返し、監督推薦によってオールスターゲームに出場した。またホームランダービーのメンバーにも選出された。8月25日の対サンフランシスコジャイアンツ戦では9回、西まで、 無安打投球を続けていたマットムーアの133球目をライト前に運び、チームを昨日ヒットノーランの危機から救い、その2日後の8月27日のシカゴカブス戦において遊撃手のチーム最多本塁打記録を塗り替える23号本塁打を放った。最終的に声遊撃手として157試合に出場し、打率308.26本塁打、72打点。 オプス877を記録。シーズンオフには史上21人目となる満票で新人王に輝きシルバースラッガー賞を初受賞した。さらには MVP 投票でもクリス・ブライアンとダニエル・マーフィーに次ぐ3位にランクインした。2017年は145試合に出場し、打率295、22本塁が77打点の成績をマークすると、 2年連続となるシルバースラッパー賞に輝いた。6月に右足を負傷し、復帰以降も右肘や背中を負傷するなど、故障者リストにこそ入らなかったものの怪我に悩まされたシーズンとなった。プレーオフでは、怪我の影響もありリーグ優勝決定シリーズは前、試合欠場したが、自身初のワールドシリーズに出場し、第2戦では6回1対1の同点で勝ち越しとなる。 にらンホームランを放つなど活躍した。2021年5月15日の試合で支給を受け途中退場し、試合後に X 線検査の結果骨折していたことが分かった。5月16日に10日間の故障者リスト入りとなった。ありがとうございます。